心配おかけしました。少し疲れましたが平気ですわ。ご飯のご用意ができました。どうなさったんです？何でもございません。口に合うかどうか分かりませんけれど。お世辞がお上手ですわ。たくさんあるので、どんどん召し上がってください。はい。リオさん、いらっしゃいませ。あやめさん、もう家事慣れた？ええ、教えてもらって助かりましたわ。じゃあ、今日はデザートの作り方教えてあげるね。でゆっくりしててね。少し甘すぎましたかしら。ううん、これくらいでグーだと思うよ。友達と下見をしておこうっと。あたしが迎えに来る。よく寝坊するし。じゃあね、あやめさん。明日から夏祭りですのね。私はあまり外へは出してもらえなかったものですから。え？はい、喜んでまいりますわ。
り、あやめと申します。思ったより普通の方ですのね。楽しかったですわ。はい、私幸せですわ。浴衣に合うね。
すっごくお似合い。ちゃんと褒めた？ううん、無反応よ。デリカシーないから。だからいい年して彼女もできないのよね。欲しいもん。もう一回やろうっと。リオさんじゃなくて、あのお人形のことを言ったんですのよ。そうでしょ？かわいいでしょ？ほら、子供じゃなくたって欲しいって思うのよ。これあげようか。平気ですわ。あやめだ。は
そうですわ。あら、さ、いいえ、お世話だなんてとんでもない。いつも、悪い癖が出たね。あ、リオ、姉ちゃんとお祭り来るなんてずるい。あさみちゃん、こんにちは。ちゃん付けはよしてよね。もう子供じゃないんだから。ごめんね、あさみちゃん。リオさんでしょ、あさみ。私は働いてるっていうのに、年上なのに遊んでてさ。姉さんのこと言ったんじゃないよ。嫌だな。それ、どこで撮ったのかしら。あっちの屋台でくじ引きでしたの。さなえったら。ちょっと行ってこよっかな。5分だけ。やめときなよ。さなえ、くじ運悪いんだからさ。じゃあ、あさみ取ってくれない？ううん、しょうがないな。いい歳してぬいぐるみオタクなんだから。あの、よろしかったらこれ、差し上げましょうか。せっかく取ったのに、いいの？そうよ、あやめさん、そんな申し訳ないわ。いいえ、3個も必要ありませんもの。いつものお花のお礼だと思って受け取ってくださいませ。いいのかしら、嬉しいけど。あさみさんもどうぞ。あやめ、私はいいよ。ぬいぐるみなんて子供っぽくて嫌いだしさ。でも、いつも親切にしていただくのに、私、お返しできるものがなくて。ぬいぐるみ大好き。ありがとう。大事にするね。へえ、あさみちゃん、いいとこあるね。リオは嫌い。ありがとう。お礼にこれを。おはようございます。
ってらっしゃいませ。私。あのね、朝霧みなみです。あなたの冗談って笑えないのよね。一応伝えておこうと思って。8日にある演舞大会のこと知ってるわよね。そう、それでね、練習が前日までみっちりあるのよ。ちょっとそっちに顔が出しにくくなりそうで、大丈夫かな。だって気になるもの。あやめさん、平気かな？でも、今は仕方ないか。そういうわけには。そっか。そうよね。忘れてたわ。私、もうちょっとだけ頑張ってみる。あやめさんとの時間、あと、どのくらいあるのかわからないけど、それを大事にするためにも。それじゃ、また連絡しますね。今後はどのような作品に挑戦していきたいですか？世界中にはまだまだ不幸な人がたくさんいます。そういった人たちを少しでも元気づけられるような、そんな作品に関わり続けること、それが私のたった一つの望みです。
らしい方ですわ。クリスティーナはね、私も世界を目指すの。人々を幸せにするため舞台に立つわ。どういうふうに？だけ？とりあえずはそれでいいや。こんな夜遅くに。こんな時間に牛乳？それに牛乳なんて取ってないでしょ？帰れないでしょ。
したの？そんな顔して。え？ひゃあ！誰この人？あ、どうしよう。クリスティーナ、間違いないよね？まあ、さっきのテレビの方。どうすんの？クリスティーナがこんな格好でこんなとこにいて部屋に来るの？その怪人がクリスティーナなわけ？平気。
い、少し。ごめんなさい、ミス、クリスティーナ。私が急にドア開けたから。気にしない。本当、平気。ね。よかった。なんかあったら私。でも、とっても驚いた。私、ナルミリオって言います。前に会ってるんですけど、覚えてませんよね。覚えてる。え、本当ですか？学校、あった。あ、どうしよう。ね、クリスティーナ、私のこと覚えてくれてたよ。クリスティーナ・ゴラムです。いろいろ教えるありがとう。では私クリスでよろし。ずるーい。仲良しになって。よろしくリオ。よろしく、クリス。どうぞ。先ほどテレビ拝見しましたわ。あんな素晴らしい方とお隣だったなんて本当に光栄ですわ。あやめさんはね、わけがあってここにいるの。普通とはちょっと違うかもしれないけど、でも、とってもいい人なの。だから、きっと仲良くできると思うよ。よろしく、あやめ。よろしくお願いいたしますわ。お茶をお持ちしますわ。どうぞお座りになってくださいませ。私、用ある。一緒出る。はい、お気をつけて。
さよなら、リオ。私もこれから毎晩いるからね。明日になれっと。